はい、ヘリポート到着ですが、設営前に水を確保していきたいと思います。右にぐるっと回り込んで左カーブになるところに目印の消火器があります。この消火器からこちらですね、下っていくと水場があります。耳を澄ますと水の音が聞こえます。こんな感じで水が出てます。どうなんだろう、もう少し下った方がいいのかな。はい、お世話になりました。水、2.5 リッター弱いただきました。それでは上り返します。はい、登り返してきました。じゃあリポートの方に戻りましょうか。先客がいらっしゃったんで、ちょっと場所を変えてやろうかな。はい、じゃあここで設営しますね。今日はちょっと工夫して特殊な張り方をしたいと思います。絶対に狭いんですけど、インナーポールで立ててみましょうか。当たり前ですけど、これインナーポールを設立しましょう。では中で過ごせません。
レグ5本で立てることができます。やってみましょう。はい、できました。これでペグ5本で、ね、自立することになります。あ、こちらから風が吹く場合だけしか対応できない。向こうから風が強かったらちょっと不安ですね。今日は超立派なテーブルがあります。今日はアップルティー、お茶受けにソイジョイ、さつまいも、いただきます。夕食の用意もしておきます。今日の夕食はもう準備できてますけど、今日もクスクス。中身は今回は鶏そぼろご飯ですね。そしてオニオンスープ、月が出てきました。今日は成功ですね。まあいい感じだ。よしよしよし。いただきます。おいしいおいしい。はい、ごちそうさまでした。じゃああとは食後に一杯あったかいもの飲んで、それで片付けたいと思います。はい、ホットレモン入りました。いただきます。今日はかなり明るいです。そして遠くに夜景が見えてます。今時刻が6時半ぐらいです。特にやることもないのでもう寝てしまおうと思います。今日は風がなくて穏やかですね。今の気温は幕内で5度ぐらいですね。はい、では
やすみなさい。今9時です。幕内は全面結露、そして気温が6度か7度ってとこですかね。おはようございます。今4時45分ですね。テントの中の結露はすごいんですが、全面凍結ですね。ただいまの気温は0度ぐらい。じゃあ起きてぼちぼち準備しましょうか。垂れてきた結露が面白い。凍ってます。外側もみんな結露して凍ってますね。朝ごはんの準備中です。今朝もスープパスタで、食後にコーヒー飲んで終了したいと思います。で、常に膜と体が接触しているのでカッパを着てます。体が触っているところはもう結露が溶けていますね。シュラフもですね、だいぶ濡れているんですけども、中にいる感じでは冷えを感じるとかそういうことは全くなかったです。2日使ってバッテリー残が1になってるので、このぐらいがちょうど良かったんでしょうね。パスタ完成しました。いただきます。空が白み始めてきました。はい、コーヒー入りましたんでいただきます。今の気温もやっぱり0度か1度かそのぐらいですね。じゃあ昨日と同じように今日もそろそろパッキングしていきたいと思います。はい、パッキングがあらかた完了しました。それでは撤収していきたいと思います。フェルトについた結露をはたいたらこれだけ霜が落ちました。いやいい天気。はい、お世話になりました。それでは出かけていきたいと思います。